皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、もう6節いきますが、そうですね、早くも今あれですね、鹿児島戦が終わって清水戦の前、はい、4節と5節の間に収録しておりますので、そうですね、スケジュールの都合上ご了承いただければと思います。そんなところで、まあ我々話せることがちょっとは違うかもしれませんが、はい、第6節水戸ホーリーホック戦ですね。そうですね、まあ水戸ホーリーホック結構ね、ここ最近もいい流れでは来てると思うんで、まあ、しっかりとここ勝って3連戦どうなってるかってところですね、はい、ということで、まあ、早速メンバーから見ていきたいと思います。はい、まあ水戸に関しては正直なんかジェフのサポーターの方とかでもあんまり移籍市場追ってないみたいな人からしたらちょっと知らない名前がもしかしたら多いかもしれないですね。そうだね、確かにレンタル加入が多いチームではありますけども、はい、多いですね。なかなか渋い補強というか、そうですね、まあ、なんといってもね、ルーキーが9人いるんですよ。はい、まあ、多分ちょっと初耳だな、ちょっと初めて目にしたなみたいな選手は大体高卒か大卒のルーキーだと思っていただいていいんですけど、ほとんどの補強がもう J3J1 からの若手のレンタルルーキーみたいなところで、まあ、かなりジェフとは対照的な感じですね。そうです、まあ若手いつもねレンタルを集めたりとか、そうだね、若手を育成をするチームのイメージはすごい強いですけど、間違いないですね。本当に今年の水戸は面白いっていうか、まあどうなるのかだよね。もうまず見てみて、水戸って大体フォワードに外国人がいるみたいな。あ、まあ昔は確かにそうだったり、なんか去年もさ、やっぱり武田選手とか宇野木選手とか小原選手みたいな、なんかレンタルの若手が結局支えてるんだよなみたいなイメージがやっぱ強いんですよね。そうだね、まあブアニカとかもいたけど、まあその中でやっぱりルーキーがとっても多いってところで、まあやっぱりなんか新しくチーム作ろうとしてんのかなみたいなのは見えますけどね。ってところで、まあそんな本当に、まあ、未知の部分も多いチーム、どんな状況なのかっていうところも簡単に見ていきたいと思います。はい、まあ現在、まあ、上の方に書かせていただきましたが1勝3敗17位というところで、まあ決してスタートダッシュが成功したチームではないと。そうね、勝ててないよね。勝ててない、直近もなかなか勝利がなかった徳島に、まあ、負けを喫してしまったり、決してもうホームアウェー関係なく、まあ我々と同じくルヴァンもね YSCC 横浜に1対0みたいな、どうなんだろうなって感じだよね。本当に結果がついてこないっていうか、なんか面白いサッカー自体なんかシンプルで面白いというか、そうだね、かなりロングボール入れてシンプルにボールをつないでゴールを奪いに行くみたいな、特段なんかどこかが突出してるっていうかバランスがいいチームに印象は受けるけども、そうだね、なんか本当に結果がついてこないなっていうか、まあ、かなりこの下の方に平均年齢とかも書いたんですけど、まあ、ちょっと修正も入れてるんで試合ごとに高くはなってるものの、第4節の千葉が26歳みたいなところを考えると、まあかなりやっぱり若いんですよ、はいはい、なんで課題も見えるんだけど、まあ後半に向けてどんどん チームを作り上げてる最中なのかなみたいなのは、やっぱりどうしても仕方ない部分なのかなと。まあやっぱり左の予想メンバーとか見ていってもらうと新戦力が多いんですよ、これ第4節のメンバーなんだけど、そう、特に中盤とかの部分に関して言えば新加入が多かったり、そうね、武者修行みたいな人が多かったり、そうなんだよね、でこれがレンタル加入じゃなくて育成型レンタル加入も多かったりするんだよね。そうなんだよ、もう帰ることありきみたいな選手も多いからね、シーズン途中で帰っちゃったりみたいなことも起こりうるチーム だからこそ、今年は特に水戸苦戦してるなっていう印象がありますね。ありますよ。で毎年水戸の前半戦の動画ってなんか去年と全く違うチームなんだよみたいなことをやっぱり言ってる気はして、まあ今の時期にアウェー水戸チームが出来上がる前に戦えるっていうのはとっても大きいかなというところでの、まあ注目選手なんですけど、正直予想メンバーはね水曜日の試合を経て変わる可能性はあるんだけど、まあ、この選手は変わらないだろうというところで柏レイソルからレンタルの落合選手とかを挙げてみたけど、まあやっぱり若い選手なんだよね注目は。
なるほど。そう、まあ、ここをしっかり潰せばみたいなとこもあるし、伊藤はやっぱりなんかね、試合を見てる限りロングボールから落合とか経由して前にやりたいみたいなサッカーをしてくるんで、まあ、どこを潰すのかみたいなところははっきりさせたいよね。まあそうだね、まあ、このトップ下っていうのはいつも水戸のストロングポイントの選手が来る部分でもあるので、うん、そうですね、異論はないというか、とにかく結構水戸アウェー相性がいいというか、そうだね、悪いイメージないね、悪いイメージはないので、しっかりとゼロで抑えて、はい、勝つためにもここをしっかりと抑えていきたいというところで、はい、我々ジェフユナイテッド18番見ていきましょう。はい、まあこちら4節が終わった段階での動画ということで、鹿児島戦まあひどかったね。いやもうね、点は取れるようになってきたところは分かっけど、守備がざるすぎた。そうなんですよね、どっから突っ込んでいけばいいのか分からないよな正直。ただまああの試合に関しては相手のもう策士にはまったというか、そうだね、風が強くてロングボール蹴られてね、相手の足の速いフォワードにやられるみたいな、ね、本当に単調な崩され方しかしていない部分で、ただ離脱選手が目立ってきたかなみたいな。そうですね、もう大絶賛のエドワルドだったり、俺の大好きな日高だったり、いや間違いないですね、やっぱりそこをちょっと、特に日高選手の代わりで矢口選手が先発だったけど、まあどうしても小林矢口の左サイド疲れてたよね。まあそうだね、まあ疲れてたと言わざるを得ないというか、うん、まあそんなところだったし、まあちょっと佐々木翔吾をサイドバックに置いてメンデスセンターバックで出すのかなとか、いろいろ考える余地もあったけど、まあスタメン見た時矢口で勝負に出たのか、そうね、っていうところ。ただ矢口も矢口でね、日高とは違うあのサイドバックのプレーを見せてくれて、ね、全く違うね。まあ面白い部分もあったけど、まあやっぱり起用がどうなるかってとこだよね。予想メンバー一応なんか、はい、最後の方にさ、チラッと岡庭がサイドでみたいな、あディフェンダーで使うんだみたいなのとか、クボニアもちょっと面白かったりとかあったけども。そうだね、まあまず予想メンバーのとこ見ていくと、キーパーが藤田が代表に選ばれている、そうなんですよ、いうところで、まあ多分出れないでしょう、うん、出れないであろうというところと、まあサイドバックエドワルド中盤のところ、そうだね、いつ帰ってきてくれるのかなと願いつつも、そうね、まあなんか縦に早いチームであれば日高とか、そうですね、我々も縦に早い攻撃を見せれるけど、まあ、矢口で3ボランチみたいなの狙ったのかなとかちょっと思ったりも。そうね、斜めに行く動きはめちゃめちゃ見えましたけどね。またスピードタイプのサイドバックじゃないっていうのもちょっと面白かった、アクセントになったりするけど、そうだね、ちょっと岡庭も見てみたいよねっていう。そうなんだよね、で一応しれっと書いたんだけど、なんか横山選手が清水戦来てねみたいな X の動画に出てたんで、そろそろもしかしたら復帰してもおかしくないかなみたいな、はいはい、まああったりなんだけど、注目選手は、まあ、我々の動画結構ね、守備が崩壊したらこの選手上げがちということで、まあ、キャプテン鈴木大輔、試合を締めてくれよというね。そうね、ちょっとまああの PK 献上のシーンだったりとか、結構鈴木大輔も狙われがちというか最近。そうなんだよね、なんかスペースもちょっと不用意に作ったりどうなんだろうみたいなところあるからね。ただそういう試合だからこそ、一回鈴木大輔が、ね、気持ちを入れ直して、そうですね、やっていただきたい、ね、ただ大輔しかりセットプレーでも点取れてますんで。そうなんですよ、そういったところにも期待したいし、間違いない、流れが悪くても一発持ってると思いますし、守備だけじゃなく攻撃に対してもね、期待を寄せたい。そうですね、まあ、間違いなく先制点が必須というか、去年の後半戦をやっぱり思い出したら、逃げ切り体勢取られたら水戸崩せないと思うんだよね。まあそうだね、もう思い出したくもないけど、あのホームの後半戦は、はいはい、なんでやっぱり先制してしっかり逃げ切り体勢、追加点の体勢だみたいなやれば、まあアウェーだけど、まあちょっと頑張ってほしい、少年なんか耐え時じゃないけど頑張ってほしいところだよね。そうだね、まあとにかく昨シーズンと違うのは点が取れてるっていうところが唯一の救いというか。間違いないです、あの小森も3試合連続ゴールですか。絶好調だね、めちゃくちゃうまかったねめちゃめちゃうまかったし、あの1点を守りきるジェフだったところから2点目も取れて3点目も取れてたここ数試合。そうだね、だからこそ失点をせず、はい、一度王を締め直し、
まあ、田口しかり、そうですね、鈴木大輔しかり、ベテランの力とかね、こういう時に生きてくると思うので、はい、勝っていただきたい。いや、勝ってなんとか勝ち越して4月に突入したいと。そうだね、連敗とかっていうのはもうありえない。そうですね、間違いないですよ。そんなところで、はい、我々の動画今日は終わりにしていきたいと思います。それでは来週勝ってまたお会いしましょう。柏には負けられない。